Didn't know what to say. I was taking the train one way. Never thought I'd see you again. Never thought I'd see you again. Coming up short. 風です。この前になったばっかり。インフルになったばっかり。インフルエンザでした。この間。風邪です。痛そうです。体調いい時ないもんね。慢性的に体調が悪い。一年中体調悪い、うん。今日はですね、写真を撮りますマミさんの。しじみに入ってるんだからやめた方がいい。流行ってるんだってこのハートに入るっていうねこのポーズが流行ってるんだって。してるよみんな。なんか最近ストロボの写真をよく撮ってたので、もう今日は完全自然光で写真散歩。静岡の街中で、街中って言わないんだって。街中って他の県の人の場合に言わない方が恥ずかしい。言わないよそれは。静岡人だけで。この前街中って言うんですねってなんか誰かに言われたわ。今日は駅前で、静岡の駅前です。駅前で写真散歩。めっちゃさ、マミの写真を今まで散々撮ってるんだけど、やっぱりその何表情だったりとか、マミずっとダンスやってて幼い頃からなんかそこで培われてる、なんか別に細かいことだけど姿勢とか見せ方っていうのがやっぱ普通の人よりも高いポテンシャルを持ち合わせてるですよ。表情とか姿勢とかポージングとかそういうのがやっぱすごいいいなと思うから、そう今日はそういうんじゃない、今日はねそういうのじゃなくて、もうね撮ったことないじゃん。違うそのかっこいいやつじゃない、今日はかっこいいやつじゃなくて、そう今日のテーマは何。そう今日はもうテーマはなんかその作ったポージングと一番自然なところの間ぐらい、はい、理解、自然な可愛い感じのマミを、はい、俺が引き出すんじゃなくてなんか引き出し合いながらやれればいいかなと思いますんで。だいぶ自信ない、今日だいぶ自信ないっていうか体調が悪いそんな感じで、じゃあ行きます。はい、お願いします。病院行こう一回で外で撮れる、外で撮るポートレートのいいところはやっぱり ISO100 の状態で撮れるっていうこと。なんか本当にその感度それだけ下げて撮れるシチュエーションってなかなか普段ね撮影してて結構少ないと思うんで、でそれでいて、シャッタースピードも上げれるから今日結構動きのある撮影をしようと思ってるんで、そう動きのある撮影で、そういう動きのあるシチュエーションもバチッと止めれるから結構外の自然光ポートレートはいいと思う、いいと思うっていうかすごい練習になると思う、すごくそこ立っちゃったやだもう全然当たったって言ったんですよ。目線ちょうだい。はい、そっからさ、じゃあよいしょって言いながら降りていく。もうおばあちゃんじゃん。歩いてってこの真ん中にしようか。やってください。こういうね、ポージングをさらっとやってくれるんですよ、マミは。もう今日はそういうの、それももちろんいい。それ、いやもう、それもいいんだけど、いやいやいや、もう普通に、自然に、もう自然にいい。そう、自然っておかしいね。あ、そうそう、こういうの、こういうのとかめっちゃいい。なんか、そのポージングの、コツっていうか、いつも意識してることなんだけど、なんかアクションしてもらう時もそのアクションする前後の動きに
結構うまみがあると思ってるんで、そういうところもちゃんと取ってあげた方がいいと思う。この横断歩道の真ん中を2回転ぐらい回りながら歩いてて前回し、はい、いいね、もう一回、オッケー、いいね。マミちゃんが、マミが普段働いているスターバックスを眺めながら、あ、冬っぽい、なんか服装かな、すごい冬っぽくていい感じ。スタバのメニューで一番好きなの何？アメリカン、かわいくないな。何何何、ブラックコーヒー。ブラックコーヒー最近甘いの飲めなくなんとか、甘いの飲めない、なんとかフラペチーノ的なの。甘すぎじゃない全然飲まない。確かに見たことない。かわいい、めっちゃかわいい。じゃあこの花ちょっと見てみて、もうちょっと寄ってみて。この花見て今何を思う？何を思う？素直な気持ちを。ピンクだな。え？ピンクだな。今日は髪をね、カラーリングしてきたんですね。そうです。このね、こうやって動かすと色が変わるんだって。どういうことですか？こうやってペタってすると黒いんだけど、動かすと紫が出る。そうなんだ。なんで？やっぱ笑顔がいいね。今日はね、ちょっと笑顔多めで。はいね、はいはいはい、すっごいコードすっごいコードがあるの、ここに。一回そこ座ってみて。もう自分の中でできる一番最大限あざとい感じで。はいはいはい、いい。でもちょっと使っておけ。上向きで買おう。はい、オッケー。オッケー。こちらが静岡で一番有名なタルト屋さんのキルフェボン。キルフェボン。どれがいい？どれがいい？せーので、3人でせーの集。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、この前食べたんだよね。この前食べたわ、うん、マジで、はい、せーの、え、これこれないな。なんで俺のことばっか全否定なの。これでしょ。夏までの商品なんですけど、はい、当日でもお電話いただければ1ピースとか取り置きとかもできますので、今って確かもうイートインがないんでしょ。あ、そういうのでございます。テイクアウトだけになってまして、では無料のフォークは差し上げておりますので、はい、お選びいただければ。俺めっちゃ食べたい。ちょっと後で食べちゃった。ありがとうございます。ちょっとまた買いに来ます。ありがとうございます。でも今日できるだけしないを心がけて、それだからね、うん、ポーズしてることがやっぱ多いんだけど、ポーズする前とポーズした後にやっぱり自然な感じが出るから、そういうとこを撮ってるんで、なんか呼び寄せてるよね。今日ね、撮影始めてからマミのとこにチャリが2台突っ込んできてる。こんなことある？で、今笑顔のお姉さんが荷物を持って走り込んで、走り込んでくる。ちょっと怖い。難しい。難しいね。でもこっちでしょ。ここちょっと立って。難しい。ここ？
いや、いいよ。ああ、はい。もう出れちゃってるもん。そうさ、やってって言われてやるもんじゃないじゃん。やるなって言われてやるのはできるけどさ。作られてるよ。目線ください。OK。 OK？ 体調悪くない？ OK です。いや、撮れ高めっちゃいいと思う。寝た方がいい。帰って撮れ高いより、睡眠の帰って寝た方がいい。寝た方がいい、うん、けどめちゃくちゃいい感じです。ではこんな感じです。戻って写真をチェックしてみたいと思います。ありがとうございました。はい、というわけで、このね、撮影から1週間ぐらいが、経って、こんな感じで、この日の撮影の、作品を、ブックに、してみました。最近は撮影したらね、こうやってブックに残すように、するようにしていて、なんかその自分のポートフォリオというかね、モデルさんにあげたりとか、ポートフォリオに、撮っといたりとか、してます。結構こんな感じで、こんな感じでいい感じのブックが出来上がりました。撮影の時ね、本当にすいません、めちゃくちゃ鼻声ですっごい、この時突然なんか風邪ひいちゃって、もう撮影終わった時にさ、もうすぐに薬飲んで、家帰って寝たんですけど、はい、もう体調もバッチリで。はい、この時は、撮影の時のね、様子見てもらうと分かるんですけど、いつもね、この今日っていうかこの時にね、モデルさんやってくれたマミさんの写真って今まで散々撮ってきたんですよ、たくさん。なんですけど、いつもね、本当にキメキメな写真で、どっちかというと、僕はですね、ノースマイルというかね、笑わないでって声かけるときが多いんですけど、今回は本当にナチュラルな、作品を撮りたくて、こんな感じのストリートスナップの写真の撮影に行きました。で、まあ中ね、まあそういうなんかナチュラルな作品と、まあ、キメキメのポージングも結局入ってるんですけど、半々ぐらいのね、作品になって、結構周りからの評判もいいかなっていう作品が撮れました。はい、ご視聴いただきありがとうございます。この時のね、作品とか、僕のインスタグラムとかにもね、全部載ってるんで、ぜひぜひ、初めての方いらっしゃいましたらチェックしていただけるととっても嬉しいです。
はい、また、別のね、作品の時の撮影風景とかまだねいっぱい撮りだめてるんで、これからもちょこちょこ出していきたいと思いますんで、また次の動画でお会いしましょう。今日はご視聴いただきありがとうございました。Tangled up in your sheets, I'm leaving traces of golden. Yeah, when you're holding me, no, I probably sound like I'm losing my mind.